どうもです。ジュニー曲馬です。そば vs そうめん、ガリガリのお二人がどっちかだけ食べ続けたらどちらが太れる。いやもう、はい、なんですか。別にガリじゃない。いやあんたガリガリよ。クマガリガリすぎるから。じゃあ僕は本当にあの病気の疑い最近の動画で結構56、55台を叩き出してて、そうだね、こんなに大食いの動画やってるのによ。で、はい、まあ、今回はまあ言うなれば耐久企画、とにかく3日間そばかそうめんどっちか選んだものを1人1種類ずつをひたすら食います。手軽になった方の勝ち。まあ、逆にまあそれしか食えないんで、まあ、秋が来るのか何なのか。まあ、味変は自由だし、なんかいろんなお店のそういうそばだったりとか、そういうなんか、まあ、そうめんで言うんだったら乳麺とか、うん、そういうのもありっていうルールです。そういうことですね。こういう耐久系をさ、タイマンでやるって初めてじゃない？初めて。だよね。そんな3日間それだけしか食べれないのしんどいな。まずは、まあ、どっちがそうめんなのか、どっちがそばか。うん、でも、そばがいいんでしょ。俺、そばがいい。小麦いっぱい食ったらでかくなるでしょ。もう、大きくはお願いしないと思う。だよね。うん、勝った方がそばにしよう。一応ね。オッケー。勝った方がそば。オッケー。最初はグー、じゃんけん、ほい。今日、悔しくない。そばマジでどっちでもいい。とりあえず、じゃあ僕がそばで。はい。はい、12-12がそうめん。そうめん。はい。はい、じゃあ、まず体重測っていきましょうか。はいよ。はい。はい、いきます。はい、お願いします。何キロだ。お、すばらしい。お前絶対死ねえだろ今。何があった今お前。62.。あっ、体重が、あ、消えちゃった。ほら分かったよ、もう分かった。 62.1 だよ。クマ君の体重はいくつでしょうか。はい、はい、あーでも、あ、よかったよかった。 57.7 キロ。はい、軽いね。でかくなりたい。3日間で体重増やせって結構むずいんだよ逆に。1日でこの時間内で一番太ってきたやつの勝ちだったら、とにかくドカ食いすりゃいいじゃん。確かに腹壊したりとか、そう言ったりもあるもんね。そう、3日間あると、とりあえず1食目ですね。はーい。はい、僕はもう、ただのかけそば。ただのそうめん。今回1本だけ作ってみたんですけど、思ったより少ないんで、まあこの後ですね、外に出る用事あるんで、まあそこでがっつり食べたりとかするんで、まあ明日以降からもうちょい増やしておこうかな。ラー油かけます。僕さ、最近さ、都内うろちょろしてるとさ、なぜそばにラー油をかけるのかっていうそば屋さん。店名あるよね。いや、あのそば屋さんがただかけそばにラー油をかけるだけのお店じゃないのは重々承知なんです。久しぶりにそうめん食べるの。今年の夏とかって、がっつりね、そうめんで食べるのなくなったのよ。なくなった。実家行った時はずっとそうめん作ってたんですよ。うん、あー、うまい。今俺が言おうと思ってた。ちょっと言う機会逃しちゃったんですよ。ごめんなさい、もう一回いいですか。もう一回いいですか。いいね、うまそうだね。久しぶりなくて、ちょっとびっくりしてる。久しぶりすぎて全然食べてなかったのに、そうめんハマりそうだわ。みんなどっち派だろう、そばかそうめん。どれもうまい。俺結構その中だったらそばマジで。あ、ほら、でも俺も地元そばをしてる方が多かったから、道の駅とか行くと、うん、なんか水車小屋あって、水車小屋で、うん、その引いてますよみたいなところが結構あって、石臼みたいなやつ、あ、余分な熱が加わらなくて、栃木にいたらそばがやっぱ甘かった。そうね、ごちそうさまでした。ごちそうさまです。あ、ごちそうさまでした。はい、やってまいりました。私がどちらにやってきたかというと、こちらそうめんそそそさんです。恵比寿にあるそうめん専門のお店なんですけども、なんかこちらはですね、いろんなそうめんの食べ方できるみたいで、なんかカルボナーラだったりとか、なんかいろんなものがあるみたいなんで、ちょっと気になってたんで早速行ってみたいと思います。はい、というわけで晩ご飯食べに渋谷まで来ました。わざわざ渋谷まで。今一人になったんですよ。どういうことだか分かりますか。はい、見てこれ、見て、厚底になってからソロ渋谷は初めて。渋谷の大きなところが1個ありまして、地面がデコボコしてるのね。デコボコの地面と、なんだあいつの視線と戦いながら、渋谷で一番なんか食べログ評価の高いお蕎麦屋さんに行ってきます。うるさい。こちらがですね、メニューになります。お、いろいろ早速行ってきました。納豆春の木そうめん、うまそう。はい、ですね、すみません、僕が目指してたお蕎麦屋さん、まあね、食べログで評価が高いところを調べてしまったもので、ちょっと調べてみてもらったら分かると思うんです。渋谷のライアンさんという、とても素敵なお名前の、お蕎麦屋さんだったんですけど、すっごい素敵ですね、ライアンさん。ちょっと、厚底アフロのおっさんが一人で入るには、ちょっとハードルが高すぎるお店だったんで、ついやめます。ちょっと駅前とかで一人でニュって入って、蕎麦だけ食って出てこれそうなお店にします。2品目ですね、こちら、ジノビーセンハーフになります。これもまたうまそう。入ったことあるお蕎麦屋さんにしました。
と大盛り。こちらが今日のメインですね。明太クリーム、これそうめんなんですよ。すごくない？早速食べていきたいと思います。はい、そば食べてきました。一応大盛り食って、ね、前の企画でもそば食った時そうだったんですけど、腹結構くるんよね。マジ腹いっぱい。はい、食ってきました。いや、うまかった。そうめんってあんまアレンジとかあんまないのかなと思ったけど、なんかジェノベーゼだったりとか明太たらこスパゲティ風みたいな感じにすれば美味しくできると分かったんで、で早速ですね、自分も明日以降試してみようかなと思います。おはようございます。おはようございます。もう入れたの？あ、僕も入れてます。あ、はい、はい、僕のそば茹でてるんですけど、まあ、何ですか、そばを茹でるだけでは飽き足らず、ちょっと変なことしようかなって。そんなアレンジするの？昨日そうめん屋さん行ったじゃないですか。めちゃくちゃうまかったんだけど、なんか夜すげえ食べ過ぎちゃって、あの後正直お腹やっちゃったんで、今日はとりあえず朝はね、朝はとりあえず1本だけにしようかなと。辛いやるまで食うって最も愚かじゃん。太らなきゃだから、ね、そう、だから3日間で太るってむずいよね。昨日とちょっと味にはアレンジ加えたくて、ああいうこれがあったんで、これを入れてちょっと味変にしようかなと思います。マリカタいいオリーブオイルでいい感じにしたい。絶対ニンニク入れすぎてるけど、まあうまそうだからいいや。そばね、うまいんだけどさ、優しいじゃん、だいぶ掃除機でさ、パンチのある食い物ばっか食ってっからさ、普段食いたくなるんよね、やっぱ。おいおいおい、掃除機。このいたずらしてるのエイジのせいだと思われるとエイジがかわいそうなんで、念のためちゃんと言っとくんですけど、今いたずらしてるのは将軍です。食べたいってきます。鉄板メニューだわ。あー、もう、はい、鉄板。これこれ、このまま入れちゃおうか。いただきます。食べてないやん、マジでね。はい、あ、もううまいわ。うん、あのこういう味の方が入るぞ、多分。こだわりです、うまい。なるぞ、これ。ちょっとね、もっとアレンジに加えたいね。夜はちょっともっとアレンジして新たなそうめんを見せつけてやろうと思いますので、お楽しみに。はい、ではですね、夜ご飯ですね。イエーイ。もう夜だから、もう今日からマジで爆食いでいきます。ちょっと趣向を凝らしました。ソース焼きそば。ああ、新しい。俺こちらは釜玉ですね。釜玉うどん風にそうめん作ってみました。これかつお節をタンマンに置いておかな。おっ、ジェイソン。おお、いいじゃん、2人ともうまそうじゃん。早速ですね、卵潰して混ぜたいと思います。うまそう。いただきます。100だから。いや、なんで普通にね。思ってた以上にうまい。いいな、一人企画。いいよな、やっぱ楽しい。エイジだってお腹減ってるって言ってたもん。そう、うまい。うまいよ。いいね、うん。バスケ部の顧問の方どうですか？うん、悪くないよ。悪くないです。左手はそれだけ。ルカは？シュート2万本です。ルカは？うん、クマでもシュート入んないじゃん。最終日3日目。いや、ほんと3日で太るってマジむずいんすよ。やってみ、みんな。おとといか、おとといの夜に作ったオイルパスタっぽいそばを作りたいです。あれが一番うまかった。ソース焼きそばよりそっちの方が成功したし、今日最終日なんで、いかにジュニアを出し抜くかが勝利の鍵なんで、今12時になんか別のことやってうにょうにょしてんすよ。この隙にあいつの見てねえうちに一杯食う。やべ、そば茹でんのちょっとミスってた、やべ。そばとそうめんしか食べれないよっていう縛りはもちろんなんですけど、これはジュニアさんとのプライドをかけた戦いなんで。はい、できました。オイルサーディンのなんかギタギタパスタ。はい、私3日目、朝なんで朝っぽいものを作りたいと思います。昨日ですね、卵で釜玉にしたのめっちゃうまかったんですよ。なんかああいうトロトロとトロトロ系が合うってこと分かったんで、はい、今回はですね、はい、納豆トロということで、完全なトロトロ系で攻めたいなと思っております。いや、マジでさ、思うんだけどさ、食ったもん残ってんのか分かんないんだけどね。いただきます。マジうまい。間違いない。はい、もう入れちゃいます。そば、あのね、そうめんもね、ちゃんと混ぜないとくっつくんですよ。昔よくそれですごく美味しくないの出来上がった。普通に普段作りたいぐらいうまい。あ、そう。え、今回なんか一番うまいです、うん。はい、入れて、今軽く茹でてるんですけども、茹でてる間にもう納豆とかもあれして混ぜていっちゃおう。はい、納豆混ぜまーす。混ぜます。家だとさ、あんまさ、こう料理とかって今できてなくて、逆にまあこういう機会でさ、料理する機会あるのいいよ、うん。まずはさっきの作った納豆ですね。納豆を突っ込みます。
な。こちらのとろろ芋、うわすげえ、何やこれ、うまそうでしょ。はい、つゆぶっかけて、いや本当はねこれで十分なんだけど、歯ごたえ欲しいのよ。万能ネギをこのままね使ってちょっとだけ歯ごたえになったように。はい、できました。こちらとろろとろとろそうめんになります。いや間違いなくうまいと思うよ。それうまくないわけないわ。うまくないやんけど。言えた、言えるわ。うん、ガチ焼きてくんね、そうめんの味自体。いや確かに、いや確かに俺なんか今の梅はもう一杯二杯いけるわって思ってるけど、これあれだわ、飽きるわ多分。あでもね量的には結構あるんですよ。もうなんか詰まるような量だから取れなくはないと思う、これがとどまっててくれればさ。はい、時刻はすっかり夕方でございます。本当はねもっとハイペースに来たかったんですけど、朝行ったのと同じものを食べます。人事により一食でも多くいただいて出し抜きたいと思います。一回やりたいことあるのやっていい？まあね、俺が喋るからクマが口パクしてもらって。うわうまーい、やっぱりそばだよな。ごめん口入ってからまあ早速ですね、私も食べていきます。次作るのがまたちょっとアレンジ加えようと思いまして、もやしを買ってきました。でこれとそうめんを一緒に炒めちゃえば、まあ、焼きそばっぽくなるんじゃねと思ってちょっとやってみたいと思います。ああこれニラもやし、これもうねそのまんま炒められるらしいんで、もうやっちゃいます。本当はねお肉とか入れたいけど、お肉入れたらちょっと違うものになっちゃうから。はい、こちら早速出来上がりました。そうめんの焼きそば風ですね。作ってて思ったんだけど、そうめんがもうなんか一つ一つが全部集合体すぎて全然もやしとかに絡まんなくて大丈夫かな。味いただきます。クマうめえぞこれ。それはうまかろうよ。うまいわ。あいいね。俺多分天才だわ。12俺今からそば使ってチャーハン作る。おーチャーそばする。チャーそば、いやこれちょっとあるぞ。おいクマ天才じゃんのコメントで溢れ返るわこれ。あーいいね、美味しそう。そば刻んだんよ。でチャーハン作っていきます。卵ポンドチュン。いやーほぼ米の感覚、炒めてる感じ。塩振って保険の味の素振って、でちょっとウェイパー入れよう。ウェイパー入れて、魚肉ソーセージだけになりそうなもん見かったんでこれ入れます。ほらほらほら、もうあっちまで面倒くさい、持っていくの面倒くさいんだけど、食べます。これに関してはマジでスプーンで食うべきか箸で食うべきかすげえ悩む。あー箸だな、箸だわ。匂い完全にチャーハンなんですよ。いただきます。今日3食目だね。うまいです。あちょっとやばい、これはうまいわ。あちょっとやばいわ、え、うまいんだけどこれ。見た目でもさ卵全然混ざってない。しょうがないじゃん、相手はそばなんだから。それに食べればいい。そうやん。いやでもね、味想像しただけで美味しいんだろうなっていうのはちょっと分かるわ。もう一回これいこう。追い込みかかるんだよ、3日目なんか。まあね、さっきチャーハン作ってうまかったんで、キムチチャーハンにします、うん、じゃあこれもありじゃねっていうものを今回俺は持ってきました。なるほどね。はい、これはありだろうっていうものが。あ、そう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 。これありだったらこれもいけんだろうね。ドカーン。あ、やばいな、マジでさっきより茹ですぎてるな。今日追い込みでね、ドカ食いしなきゃいけないんだけどな。やっぱこういうガッツリしたもんが食いたくなるんだよな、そば食ってると。いやでも、食っても普通のそば食ったら初日だけだわ、俺も1日目だけかもしんない。いや、そうなんだよ。なんか早々に飽きるからとか言って変えてんだけど、飽きるほど食ってないよ。自分の可能性を信じたい。チャーハンっぽくなってない。まあ確かに変な黒い米、細めげ黒い米使っちゃう。私はですね、はい、ただのそうめんなんですけど、じゃじゃーん、ミートソース。それはうまいよ。いや、うまいよね、きっと。それはうまいよ。そうださっきな、そうめんそそそそうめん言えないのかな、俺。そうめんそそそさんですね。でですね、食べたのが、カルボナーラ風みたいなのと、あとジェノベーゼ風みたいなの食べたんですよ。だから、そしたらもう、ミートソースっていけるだろ。いや、なんかでも、だって言ったらそうめんなもん、カペリーニみたいなことでしょ、それ。あー、そういう感じ？あるのね、そういう細いパスタね。いや、まあ、合わないことないよね。いや、てか、普通にこのキムチと相性最高。そう、ちょっとニンニクの感じで炒めてるのも普通にね。でも、そば何でもいけるやん。ほんと、そうめんの可能性みんな気づいた方がいい。あいつは、つゆに入れて作るものじゃねえぞと。もっといろいろできるんだってことをね、知ったらね、もうなんか、夏楽しくなるよ。
ごちそうさまでした。うまかった。マジ試してほしい、みんなに。一回クマのレシピも俺のレシピも、うん、マジで外れなかったと思う。外れない、本当に。うまいよ。うまい。だからやってほしい。体重測定、どん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 パッ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 。私の初期体重は 57.7 キロでした。 62.1。 いやもうちゃんと腹いっぱいです。一日中すごく食ってるとね、腹持ちいいんだわ。ちゃんと初日と同じズボン。確かに T シャツって感じだもん ね、はい、ね、ポケットもないですね。ないですね。太ってる方が価値なんで。はい。いや、そうめん3日食ったってどうにもならんでしょうよ。いきます。はい、いってらっしゃい。おっ、微妙。700g 増。増えちゃいるんだけどさ。増えちゃいる。増えちゃいるけど。太っ。僕も同じ格好ですね。そうですね。はい。いきます。57.7 キロでした。はい。何キロになってるの？え？ 59.1？ やった！やったやった！ 1.4 キロ。マジで？え？まあそうだけど。やった！ちょっと体重戻った。最後の追い込みの3連チャンが、うんうん、ドンと放って。いやでもすごくない？いや、それだけ言ったのは、ちゃんとさ、成果出てるじゃん。でもさ、これ、検証結果的には、そうめんよりそばの方が太るのかな。いや、そりゃそうじゃない、でも。まあ、一つ一つはでかいし、そうめん、確かに、ね、食べやすかった分、もしかしたらそんなにきつい感じじゃなかったんだよね。じゃあ、ということで、はい。まあ、およそ倍の差をつけて、くまちゃん圧勝ということで。悔しいような、悔しくないような。ただね、今回ね、いろいろとやってみたんですけども、どれも美味しいメニューになった。美味しかった。うん、ぜひ皆さんも試してくれれば嬉しいと思います。ドーン。はい、また次回も楽しみ。ドーン。